阿蘇市では九州在住の方を対象に一人一泊最大5000円引きになる阿蘇市サマー宿泊割引キャンペーンを行います。期間は令和2年7月1日から8月31日までで、ホテル、旅館、ペンション、民宿、ゲストハウスなどの宿泊料金が半額となり、大人5000円引き、小学生以下は2500円引きが上限となります。新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた阿蘇市の宿泊施設では、熊本県のガイドラインなどに基づき感染拡大防止対策に取り組んでいます。例えば部屋の清掃の際には、テレビのリモコンやドアノブの消毒はもちろん、パンフレットのページごとに消毒を行ったり、食事では席の間隔を広めに取る、また従業員との接触をなるべく減らすために浴衣をお客様に直接取ってもらうなどしています。お電話ありがとうございます。サマーキャンペーンの分ですね。キャンペーンのことが、いろいろな各メディアに出てからですね、久しぶりにホテルの方に電話がじゃんじゃん鳴り出してですね、この雄大な緑、そして抜けるような青い空、その凝り固まったですね、心と体をですね、ほぐしていただく、そういうところには一番阿蘇がやっぱり最適だと思いますので、たくさんの人に来てもらいたいですね。すでに予約を受け付けている宿泊施設もあり、このキャンペーンを利用した宿泊プランの予約方法は宿泊施設ごとに違います。また数に限りがありますので、ホテルなどにお問い合わせの上、キャンペーンを利用したいと伝えてご予約ください。なお、キャンペーン対象の宿泊施設は阿蘇市のホームページに掲載してあります。さらに阿蘇市に延べ20泊以上宿泊する団体に、グラウンドや体育館など公共施設の使用料を阿蘇市が全額負担するスポーツ合宿の誘致も行っています。こちらは九州外の方でも利用でき、期間は令和2年7月1日から令和3年3月末までとなっていて、サマー宿泊割引キャンペーンとの併用も可能です。これから観光のベストシーズンを迎える阿蘇市にぜひお越しください。